はい、本日はですね、視聴者さんのコーディネートをご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、今回はノースフェイスのマウンテンジャケット縛りです。もうマウンテンジャケットのみで皆さんからね、送っていただいて、それをここで発表していこうということなんですけども、今まで過去にね、レトロ X もやりましたよね。で、それ以外にね、バルトロもやったりとかしたっていうことで、今回マウンテンジャケットなんですけども、残りね、ヌプシとかね、あとナンガとかね、その辺もちょっとやろうかなと思ってますので、ぜひぜひ協力していただける方はね、また下の方からメールでね、お送りいただければありがたいなと思いますので、本日の流れとしてはですね、まずは今回は、10組いてると思います。なので10組の方のねマウンテンジャケットのコーディネートをご紹介させていただきますので、その時にね、まあ、年齢であったりとか、あとは身長とかね、サイズ感とかね、あとこだわりのポイントどこなんですかっていうのをね見させてもらおうと思います。ちなみに僕はまだ見ておりません。今から初見で見ていくので、いつも通りね初見でああやこうや言いながらお話しさせていただこうと思いますので、そのつもりで皆さんね送っていただいておりますので、もしかしたらひどいこと言われるかもしれませんけど、その時はお許しくださいということで、まず1人目の方からいきたいなと思います。1人目の方こちらぞ。こちらの方はですね、身長171cm、体重62キロでジャケットサイズ M サイズを着用しているということになってるんですけども、まあ、適正サイズですね、ぴったりのサイズということだと思うんですけども、コーデのポイントはどこなんですか、シンプルにオールブラックですということでね、いきなりメール申し訳ございません。いつも動画拝見しております。レトレックスとバルトロのコーデの動画見て勢いで送ってみました。そう、勢いが大事なんですよね。勢いでガンガン来てもらったらいいですし、僕も大体勢いでやっております。毎日の動画ってね、もうそんな台本とかもほぼ作らへんしね、その時思いついたことを適当に喋っていくんやと、それでいいんですよ僕のチャンネルはね。だから視聴者さんもね、勢いでガンガン送ってきてください。ありがとうございました。ちなみにこちらの方34歳ということなんですけども、ちょっと顔がね出てないんであんまりわからないんですけども、非常に年相応でございます。めちゃくちゃ若く見える、めちゃくちゃ老けて見えるってこともなく、何歳やと思うって聞かれたら、大体この人見たらね34、5ぐらいかな。まあ大体そんなもんなんですよ。ぴったりということでね。まあ言い方を変えればいいように年を取れてるということだと思うんですけども、勢いで送っていただいてありがとうございました。では2人目の方いきたいなと思います。2人目の方こちらズドンということで、こちらの方ね、身長188センチなんですよ。だから結構背でかくてですね、芸能人で言ったら早見もこみちとかその辺なんかな。それぐらいかなり身長大きいんですけど、写真じゃやっぱりあんまり伝わらないですよね。で、44歳の方で、サイズはね、L サイズを着用してますと。で、こだわりのポイント何なんですかというとですね、タイトめで着るために、XL ではなくてあえて L サイズをチョイスしてると。身長188だったらね、 XL の多分着れると思うんですけども、まああえてね L にしてますっていうのが、僕もね全く違うんですよ。僕も178なんで、普段多分 L でねマウンテンジャケットもいいと思うんですけど、僕は M を着てるんですよ。でなんでっていうと、あんまダボダボしたくなくて、こういうねロンティ1枚の上にさらっと着ることもあるから、特にマンジャケってね作り若干大きめなんですよね。だから他のやつはね L でいいんやけど、マンジャケに関してはねちょっと僕もねワンサイズ下げたりしてるんで、まあ全く一緒かなと思います。他のアイテムとかやったら、まあ靴でねポンプフューリー履いてたりだとか、あとマンティス2を、背負ってますってことで、どこにマンティス2あんのよ。ああ、1枚目の方か。すみません。1枚目の方にありました。真っ黒になっちゃってたからね、同化してて見えなかったんですけども、この方実はね、前回バルトロの時も投稿していただいてて、永遠のゼロスタイルでね、投稿していただいてたんですけども、今回はね、髪の毛バージョンということなんで、まあ、永遠のゼロスタイルから50年後ぐらいというイメージをね、テーマでやってもらったんかもしれませんけども、まあ、復興した後の日本というのがね、テーマやったかもしれません。ありがとうございました。では次の方に行きたいなと思います。次の方がですね、こちらズドンということで、27歳の方で身長168センチ、サイズ S サイズということになっています。で、実はこの方顔隠してるでしょ。なんで顔隠してるのか。いや、ちょっと恥ずかしいんですが、顔出すのやめてくださいよっていうわけではなくて、実は学校の先生されてるんですね。あ、なるほどと、学校の先生そら顔出したからね。もし顔なんか出してたらですね、同僚の先生が絶対いじってくるんですよ。お前YouTuber のやつで撮ってね、って絶対いじられるじゃないですか。まあ子供は見てないですよ。僕のチャンネルで子供なんか見えへんからね。なんかこのおもんない話してるチャンネルやなと思われるんですけど、同僚の先生と結構見てもらってるらしいんですよね。だからお前たくさんとこ送っとってないかいっていう風に言われると思うので、顔隠してて賢明な判断です。それでいいと思います。ね、この方のねこだわりポイントとしてはですね、まちげとしてももちろん使うんですけども、実はこの方本州の最北地で教員されてるんですよ。だから青森とかになるからめっちゃ寒いところで、ね、されてるっていうことなんで、普段着としても使うんやけども、メインはゲレンデとかね、スノーボード用に使っておりますと。でこのジャケットでね、スノーカフっていう中からね雪が入ってこないようなシステムになってるので、もうガンガン雪山とかにね突っ込んでいってますということなんで、とてもねスノーカフの恩恵を受けてるということで書いて貼りました。27歳で学校の先生、平日はして土日は雪山でスノボをしてて、充実したライフスタイルを送って貼りますよね、最北端から。ありがとうございました。では次の方行きたいなと思います。次の方こちらズドン。年齢21歳、身長171センチ、サイズ S サイズということで、名古屋のポップアップでお邪魔させていただいたものです。顔隠させていただきましたとは言ってるんやけども、この顔ね消防士のマークでしょ。僕わかります。なんでかってこの方が一番最年少やったんですよ。で21
21歳若いっすねって喋ったの僕も覚えてるんでね、確かその時彼女さんと一緒に来てくれたと思うんですけども、はい覚えておりますと、顔隠しててもね分かるもんは分かりますよということで、パパイヤオレンジという、まあ、派手めなカラーを使ってるんですけども、他はねシンプルに心がけてて、まあ、パンツであったりとか、まあ、小物ボディバッグであったりとかっていうのはね比較的ちょっと落ち着いたモノトーンの色味にしてますと。で、パンツはね細めのアイテムなんですけども、スニーカーとかは結構なんか白のねスタンスミス履いたりだとか、あとナイキのねエアマックス履いたりしてますということで、動画にの参考になれば幸いですということでした。ちなみにこの方もね21歳やねんけども、バルトロのオーダーをね大阪にしに行ったということで、あの名古屋とか愛知とかその辺の方かもしれないんですけども、大阪までわざわざ行きましたよということなんで、感想としては最高の一言ですということで、あこれよう見たら3枚目の写真おしゃれやないかい、これ空港スタイルかな、確かに足元スタンスミス履いてますね3枚目、すいません今気づきました。21歳で持ってますよねこれね、いいっすよね、僕21歳の時金なくてヒーヒー言ってたんやけども、すごいなと思うんですけども、ありがとうございました。では次の方行きたいなと思います。どん、36歳、174cm、68kg でサイズ L サイズを着用してますと。でこだわったポイント何なんですかって言ったら、濃いめのデニムで全体的に暗めのトーンにしてキャップだけ明るめにしておりますということで、色味のねバランスを取ったと。で特にね頭のところにね明るめの色を持ってくるということで、目線がどうしてもこう上に上に行くっていうことで、まあ、よりスタイルがねよく見えるのって、よく頭のところに明るめの色を持ってきはる人多かったり、まあ、僕もそうなんですけど、ね、カラーで明るめの色を持ってきたらどうしても人の目線って上にこう上がってくるんで、よりスタイリッシュに見せてるんかなと思います。ここのね場所が気になるなということで、皆さんそう思ってましたよね。服装もそうなんですけども、それよりも後ろの場所の方が気になるなということなんですが、おそらくこれ横浜って書いてると思います。マリーネ&ウォークっていう、まあ、ホテルなんでしょうか、まあ、おしゃれなところでね写真を撮影されてるということで、実はこの方ね奥さんもいらっしゃるんですよ。奥さんも最近ノースレスに興味湧いたみたいで、マウンテンライトの購入考えてはりますと、まあ、ご夫婦でね一緒の趣味があったりとか、一緒にこう楽しめるっていうのはね良かったりするんかなと思うんですけども、また近々僕もね東京横浜の方に行きますので、また見かけたらね声かけてやってくださいということで、次に行きたいなと思います。次の方がですねこちら、ズドン、身長174cm、サイズがですね L サイズを着用してます。174にしては背大きく見えるな。アウターがマウンテンジャケットで、パンツはねナイキのスウェットパンツで、スニーカーはナイキという、まあ、スポーティーコーデというんかな、まあ、そんな感じになってて、奥さんの方がね158cm ということで、メンズの S サイズを着用してるようです。ご夫婦ともにねこう似たようなファッションされてるんかなと思うんですけども、奥さんあれかマウンテンライトのデニムを使ってるみたいです。マウンテンライトジャケットのねデニムバージョンを着用されてるということで、この方北海道在住なんで、北海道の札幌市に在住ということで、またまたですね僕近々札幌の方も行きますので、その辺うろちょろ歩いてたね、あれ拓造じゃねっていうことでね、また声かけてもらったらいいかなと思いますし、多分ほんまにフラーっとその辺歩いてると思いますので、隣にいてるのは嫁蔵です。皆さんたまにねこれ誰なんかな、嫁蔵なんかそれとも知らん人なんかなって言ってね、嫁蔵の方に声かけん時あるんやけど、ご安心ください。堂々と歩いてるってことは嫁蔵になっておりますので、その時はね声かけていただければなと思います。あポイント言うの忘れてた、すみません、ポイント言います。こだわりのポイントね、去年の限定モデルのオールブラックのマウンテンジャケットを使ってます。だからやね、こうロゴが見えへん感じだから、こうオーダーしたんかなと思ったらね、オールブラックであったんですよ。この刺繍のノーズレスでロゴあるでしょ、ここもブラックにしてるバージョンっていうのがあったんですけど、それをね購入されたということで、確か人気でね結構すぐ売り切れたと思うんですけども、まあ、それを着用してあえてね足元を色入れてますと。だからさっきの方と逆ですね、さっきの方帽子とか頭の方にね色入れるっていうことやったんですけど、逆にこう足元にね色入れるのって意外とこう合わせやすいんですよね。足元って真っ赤であろうが真っピンクであろうが別にいけるっちゃいけないんですけど、頭にピンクとか持ってくるのちょっと難しいんだけども、足元はね結構色合わせれるから、まあ大体こういう感じでコーディネートされてますということだったんで、こうブラック系をね基調にしたい方なんかはねお手本の感じですよね。足元だけで色を楽しんでいくという感じで、ありがとうございました。では次の方行きたいなと思います。次の方こちら、ズドン、174cm の 73kg でサイズがですね、L サイズを着用されているようです。でちなみにこれパッと写真見た感じでね、皆さん分かるか分からへんけど何歳ぐらいかなと思うじゃないですか。で、まあ何歳ぐらいなんかなと思ったら、もう還暦前なんですね。57歳ということでみたいな感じで、そんな思わへんじゃないですか。で意外と若い感じでね、コーディネートされてるということで、多分同級生とかでこれ同窓会行くじゃないですか。で57歳の集まりでこの格好して行ったりしたらね、お前若いなって多分言われると思うんですけど、こういうね格好されてるということなんですが、このジャケットはね実はね袖のところにねサミットシリーズあるじゃないですか。だからちょっと昔のねタイプになってるんですってことやったんですけども、多分値段高いと思います。マウンテンジャケットよりも全然高いと思うのでね、まあ、7万、8万、9万とか多分し
るんちゃいますかね。これのねブラック、カーキ、ターコイズってこの3色を、着用されているということで、帽子はですねこの永遠のゼロスタイルということで、もう永遠のゼロスタイルってこれ前回の動画見てへんかったらわけわからんねんけども、まあ要はなんていうんやろな、あの自衛隊仕様というかね、あの軍隊仕様という感じの帽子かぶってはって、デニムはね、僕が作ったデニムも履いてくれてるみたいで、シリアル番号がね0005で履いてますということで、うわめっちゃこだわりあるな、チェーンステッチでロールアップもしましたってことですね。靴はね以前に紹介されてたエンハリウッドとバンズのコラボの着火ブーツです。あ軽いですね、僕もね最近ちょくちょく履いてます。でボディバッグは、当然ですが拓蔵さんの本革ボディバッグです。ありがとうございます。こだわりのポイントはどこですか。拓蔵さんコーデですね、笑いということで、長々とすみませんでした、よろしくお願いしますということなんですが、こういう投稿待ってたんだよ本当にね、ありがとうございます。めちゃくちゃ綺麗にねあのパンツも履きこなしてもらってるし、あのボディバッグもね僕のイメージ通りに使ってくれてるから、こうアウターの中にねこう仕込ましてくれてもいいし、別に外に出してくれてもいいしっていう感じなんですけど、まあ、お手本としかね言いようのないような感じでねコーディネートされてますということで、あの僕のアイテムもいろいろね使っていただいてありがとうございます。こんなエコひいきはガンガンしていきたいなと思いますので、これからもぜひぜひよろしくお願いしますということなんですが、では次に行きたいなと思います。では次の方はですね、身長170センチ、サイズがね M サイズを着用されているということで、ご夫婦で、登場していただいております。奥さんの方はおそらくマウンテンライトやと思います。一応ポイントとしてはですね、特に実はないんですけども、おじさんなのでゆったりめで着用しますという、まあ、この方38歳なんですけどもね、まあ、ゆったりが楽で落ち着くんですということで、まあ、奥さんもたまに一緒に来てくれたりとかして、いつまでもこうありたいものですということでね、とても幸せそうです。メッセージで面白いのがあったんだけどね、僕の動画をねお子さんも見てくれてるらしいんですよ。この方あのご夫婦でお子さんもいてはるということなんで、お子さんがね、まあ、お父さんがこの僕の動画見てくれてるじゃないですか。でしかもそれテレビで見てくれてるらしいんですよ。映像で見てくれてるからね、ありがとうございます。ちょっと遠目で撮ろうかな、ちょっと近かったらねおっさん出ちゃうからあれやけど、それパッて見とったらね子供が近づいてきてね、あ拓蔵のおじさんだって言ってるらしくて、まあ、僕のこと親戚のおじさんがなんかと間違ってるみたいなんですけども、まあ、親近感持ってね見ていただいてるみたいで、本当ありがとうございます。まあ、これからもね拓蔵のおじさん頑張っていきたいなと思ってますので、ご家族で応援していただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。では次の方行きたいなと思います。次の方がですね、こちらが172センチの S サイズを着用しているということで、まあ、ジャストサイズで着たかったので、今回ニュートープは S サイズを購入しましたと。実はこれブラックもこの方持ってて、ブラックは L で着てるらしいんですよ。でそれはなんでって言ったらスノーボード用にしてるらしいんですね。確かにスノーボードの時ってちょっとダボっとした感じの方がかっこいいし、動きやすいじゃないですか。ピシピシだと動きにくいからね、まあ、そういうとこも考えて、このニュートープは待ちようとして考えてるから S サイズを着てるということで、まあ、この辺がねこだわりになってくるんかなと思います。で足元はねピンクにしてますということで、これジョーダン1を着用されてるのかな。ちょっと僕モデルに関しては詳しいことちょっとわからないんですけども、まあジョーダン1やとは思います。これやっぱさっきも言ったみたいにね、やっぱピンクって足元合わせやすいからいいですよね。まあ、紅葉が完全に枯れ切ってるところを見ると、おそらく去年の写真なのかな。今はまだちょっとね紅葉ジャストシーズンかもしれない、まあ場所によってはもう枯れてるのかな、ちょっとわからないんですけどもね、写真のご提供本当ありがとうございました。では次でラストの方ですね、最後の方、スナップ写真撮ったことないのでお恥ずかしいですが初挑戦ですということでね送っていただきました。寒くて縮こまった写真だったのですが、使っていただければ幸いですということで、おいおいおい、スナップ写真初めてにしておしゃれすぎひんかと、もうこれ完全に仕上がってますやないかと、車と合わせた感じ、そして顔の角度、もうここまで決まってたらもうスナップ写真の常連なんよというぐらいね、完璧に決まってるんですけども、年は一応44歳の165センチということで、サイズはね S サイズを着用されてるらしいです。コーデのポイントとしては車とおそろコーデにしましたと。で実はこの撮影してる時っていうのが6度やったんですね。めちゃくちゃ寒いやないかと。これまだ大阪でも6度とか行ってないのに、やっぱ雪国の方とかちょっと寒いところに住んではるらしくて、まあ、寒かったんですけど頑張りましたということで、本当ありがとうございました。ほんまになんか雪国なんでしょうね、雪かきとかしてるらしいんですよ。で雪かきしてるとどうしてもこう暑くなってくるんで、ベンチレーションとかで温度調節してるし、なんやったらインナーでねバーストロフトを着てね、バーストロフトもベンチレーションあるんですよ。だからベンチレーションオンザベンチレーションっていうことをして、こう自分のね体温をね調節してるらしいんですけども、まあ本当に暑くなった時はね両方解放しますということで、もうそれが最終バージョンですよね。もうバーストロフトの中が裸やった場合はもう絶対脇毛が飛び出るやないかという感じだと思うんですけども、まあそういうことでね着てると。であとそれ以外にやったら実はスーツの上でもね羽織ることもあったりするんですということで、本当に重宝してるのがこのマウンテンジャケットでしたということで、これからも応援してますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。これからね全然気にせんとね送ってきてください。もうこんだけスナップ写真綺麗に撮れてたらもう誰が見ても恥ずかしくないからね。まだまだお待ちしてますということで、今回10名の方のマウンテンジャケットのコーディネートをご紹介させていただきました。まあ皆さんそれぞれね、例えば頭の方に色味持っていきたいんやとか、あえてこうブラックでいきたいんやとかね、足元にカラー入れたいんやとか、いろいろそれぞれあるじゃないですか。でそれこそじゃあ車とリンクしたいんやとかね、あとまあご夫婦でとかね、まあそんなんとかってやっぱその家族ならではのね色味って出てくる
けでしょ。でそんな見てたら僕もやっぱ楽しいからね。また次もね、ヌプシの方ありますので、ぜひぜひ応募お願いしますということなんで、次回はヌプシでやりますので、ヌプシジャケットのね、別にあのアメリカバージョンでも結構ですし、日本バージョンでも結構、なんやったらもっと前のヌプシでもいいし、いつのヌプシでもいいんですけども、まあヌプシっぽかったらそれでええんよと。パッと見てヌプシっぽかったらね、ヌプシじゃなくてもはっきり言ったらどっちでもいいですわ。まあそれをね、また下の方から送っていただいて、年齢と身長体重、そしてこだわりのポイント、この3つだけで結構ですので送っていただければなと思いますので、まあ今日はこの辺で終わりたいなと思います。ということで本日はですね、マウンテンジャケットのスナップ動画を作ってみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。